皆さんこんにちは。インスパイの久田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、昨日に引き続きましてチューブリーダーというものを紹介したいと思うんですが、こちらですね、このスマートフォンの先につけるこの端末というかガジェットというかですね、このチューブリーダーっていうものがあるんですけど、これをつけることによって、YouTube の動画をですね、ダウンロードして、そして、オフラインで、通信制限気にしないでですね、見ることができるというツールを昨日紹介したんですが、このチューブリーダーは YouTube 以外のことにもたくさん使えます。今日はその中の一つとして、Instagram のことについて話をしたいと思います。早速ですが、こちらからご覧ください。はい、これ昨日と同じで若干変えただけなんですけど、いろんなことができるんですが、まあ今回はですね、このインスタぐらいで、あとはもうね、やめていこうかなと思っていますけど、このインスタグラムのね、投稿を、ダウンロードできます。で、YouTube はですね、実は今回のツールじゃなくても、いろんなダウンロードツールとか、いろんな機能っていうのが、もういろんな人が紹介してるんですけど、インスタグラムって実はスマートフォンなので、のアプリの中にあるので、結構ですね、ダウンロードしたりするのがまだあんまりないんですよね。で、今回のものだと本当に簡単にできちゃうので、便利なんですが、ただ最初にね、ちょっと注意しておきます。注意しておいていただきたいのは、あくまでも、その写真や動画、特に動画ですね、をダウンロードする行為っていうのは、著作物って分かっていながらダウンロードする行為は禁止されています。法律で禁止されているので、例えば芸能人だったりとか、自分が上げてないコンテンツをダウンロードすることは原則はできません。本人の許可ないとできませんので、その点を注意いただきながら、正しく使っていただきたいと思います。ではですね、早速ですが、見ていきたいと思いますけど、こちらからご覧ください。まずですね、ここの、僕の画面を出した方がいいかな。はい、僕の iPhone の画面を出しましょうかね。はい、こちらをご覧ください。はい、今ですね、右側に僕の iPhone の画面が出てきたと思うんですけど、ここの中のですね、これです。ここにあります iFiles というですね、iFiles Plus というアプリがありますけど、こちらで、いろんなことをやっていきますが、まずね、ちょっと起動しましょうか。これ起動しましたらですね、最初こういう設定になっています。で、ここのとこのですね、1ページ目のとこにさっき YouTube ね、昨日の YouTube があったんですけど、2ページ目のとこに Instagram バックアップっていうのがあるんですね。で、これは自分のインスタアカウントでログインしていただくとバックアップができるようになります。このバックアップってとこを押していきますね。はい。そうしますと、こんな感じのが出てくるんですけど、で、ここをですね、下に5つありまして、フィード、サーチ、ライクド、プロファイル、フォローイングっていうふうに5つあるんですけど、ちょっと順番に見ていきたいと思います。では、こちらから行きましょうかね。はい。まず一番左のですね、フィードっていうのは、まあ、インスタと同じですよね。自分が、フォローしている、フォロワー、フォロワーの投稿視聴、フォロワー、フォロワーの投稿、フォロワーの投稿視聴で変化、フォローしている人の投稿ですね、を、フォローする、フォローした投稿視聴ですね、を、視聴できるわけなんですが、ここに今ですね、こんな感じで出ているじゃないですか。これはですね、この下にも書きましたけど、僕が見ているフィード順と異なるんですね。で、今ですね、実際にどんな感じで出てるかっていうことを、リアルタイムで見てみたいと思うんですが、これ今、ブラウザーベースですけど、僕のアカウントに今ログインした状態になっていて、これでですね、フィードを見てみますと、こういう順に今ね、出てきてるんですね。で、これはもう12時間前とか、6時間前とか出てるので、結構ですね、いわゆる、最適化された、パーソナライズ
化された順に出てきているんですけど、こっち側に並んでいる順は、なんとなくですけど、日付順に近い感じに出てるのかなっていう気がいたします。でも、まあ、いずれにせよですね、順番がちょっと違うんですね。で、このように見ていくことができるんですが、なので、その、まあ、ちょっと違うものでね、こういうふうに、順番にこうやってね、どんどん出てきますから、見ていくっていうのは、これはこれでいい点があるんですけど、ただ、これ、写真しか出てなくて、これ、写真の上を押してもですね、拡大することができないので、いいねとかコメントとかですね、ハッシュタグとか何も見れないです。ただ、まあ、本当に写真だけをこう、たくさん見ていくことができるんで、これはこれで、インスタの新しい見方として、まあ、インスタでもね、投稿が同じのが出ないので、逆にこれはこれで、価値があるかなという気がしています。で、実際に、まあ、これ本当ダメですよ。本当ダメなんですけど、自分のがすぐ出てこないので、例えば、これ選択、右上の選択っていうのを押して、自分が何かってものがあったら、これをポチッと押すとですね、このようにチェックマークがつきます。そうすると、下のとこに、このダウンロードマークが出てくるので、このダウンロードマークを押していただくと、ダウンロードすることができるようになります。で、ダウンロードした後の話はちょっと後でしますね。で、今度2番目に、サーチっていうとこですね。サーチってとこに行きますと、2番目ですね。キーワード検索をできます。これは、ハッシュタグ検索です。で、ちょっとあえて同じ例でやってみますが、上越妙高、妙高駅。っていうふうに検索していただくと、検索結果が表示されます。で、同様にこれをですね、ブラウザーベースでもやってみたいと思うんですが、検索窓を押して、上のところで、上越妙高駅。で、ハッシュタグですね、検索結果を見てみたいと思うんですけど、まあ、これ人気投稿は出ません。この人気投稿の下からですね、見ていきますと、今、サーチ、あれ?サーチ、ごめんなさい。消えちゃった。上越妙高駅、駅の検索結果を出しますが、これとこれを比較してみると、これ上の3行一緒ですよね。次の3行も一緒ですよね。で次の、とこから若干違うんですけど、まあ、ほぼ同じように出てるかなという気がしています。なので、これも同様にハッシュタグを検索して、これはちょっと大丈夫ですね。自分のやつは選びますけど、自分のこういう動画とかね、動画をダウンロードできるっていうのはいいですよね。写真は、まあ、スクショ撮ればね、自分が好きな芸能人とかのものを撮ることできますけど、画質荒くなってもですね、動画は撮れなかったと思いますが、これでダウンロードすればね、ダウンロードしますよね、ポチッと。そしたら、こんな感じのページが出まして、バックアップ完了と。出ましたね。バックアップ完了ということで、バックができ、ダウンロードできるようになっています。はい。続きまして、3つ目ですね。見ていただきたいのが、今度がですね、like。これ、like度ですね。like 度したものです。自分がいいねしたものですね。を見ることができます。で、この自分がいいねしたものっていうのは、インスタでもですね、自分のプロフィールのページから見ることができるんですが、若干ちょっとですね、見にくいですよね。歯車を押して、いいねした投稿って行かなきゃいけないんですけど、まあ、これだと、単純に、like どうってとこをしたら、自分がいいねしたものが出てくるので、まあ、自分がダウンロードしたいなと思うものをいいねしておいてですね、で、ここでダウンロードするものを選んでいくっていうやり方の方が、選択していくって方が、多分一番簡単でしょうね。なんか、インスタ側でフィード見たり、検索をして、ダウンロードするものを見つけて、ポチポチ押してから、そして、ここの、like のところに行って、そこで選択してダウンロードするっていうのが一番いいのかなと思いますね。はい。続きましては、次ですね。今度、プロフィールっていうところに行きたいと思います。プロファイルっていうのかな、プロファイルのところに行きますと、ここはまあ自分の、ページですね。アカウントのページなので、全く同じ順番に出ています。全く同じ順番ですね。まあ、一応見ましょうか。はい、僕のページに行っていただくと、全く同じ順で、並んでいます。
で、ここも、まあ、これ自分のをですね、ダウンロードするってことは、まあ、なかなかないかもしれませんが、まあ、選んでですね、ダウンロードすることができますと。はい。そしてですね、フォローイングっていうところですね。一番最後のフォローイング。ここ行きますと、まあ、自分がフォローしている人のアカウントっていうのが出てきます。で、このフォローしているアカウントのところの誰か一人を選んでいくと、例えば僕をこう選ぶと、このように投稿一覧が出ます。で、この投稿一覧に行ったものを見てですね、選んでいけばいいんですけど、これね、またね、今びっくりしたんですけど、さっきと、また今回ですね、この並び順が違うんですよね。で、この順番が何順に並んでるかがちょっとわからないんですよ。その再生数が多い順でもないし、いいねが多い順でもないんだけど、どういう順番でこのフォローしたものが出てきてるかがちょっとわからないですね。もう何ぼでも出てくるんですけど、ちょっとわかりません。なので、ただ自分がこう気になる人を見つけてですね、まあ、自分がフォローしてる人ですね、見つけて、その人のページに行って、投稿の中から動画を選んでいくっていう意味では、これはこれで見方があるのかなという気がしています。まあ、こんな感じですね。5つありますね。フィードから見つけるのか、サーチから見つけるのか、いいねしたものから見つけるのか、プロフィールから見つけるのか、フォローしている人から見つけるのかっていうことができます。で、このような形で、iFiles っていうところに、あ、ごめんなさい。これですね。ちょっと戻しますね。この下にあります、チューブリーダーっていうところに保存されていくわけです。で、保存されてしまえば、これをまあ抜いてね、SIM がないものに挿してもいいわけなんだけど、これ抜いた状態で、新しいものにこう挿すとですね、その iFiles と同期が始まります。そうすると今度は、これをですね、見ることができるんですが、ではそっちの方を見ていきたいと思うんですが、ご覧ください。よいしょ。はい。ではですね、これをちょっと戻りましてですね、ここに来ます。で、今度は実際に外付けドライブにですね、今保存されています。このチューブリーダーが保存されているのを、見に行きます。これポチッと押します。そうすると、まずですね、ここにバックアップ、DCIM iFiles プラス YouTube って出てくるんですが、ここの中で、インスタで行った場合は、バックアップっていうところにおそらく入ってると思います。バックアップに来ますと、自分の iPhone の名前ですね、っていうのが出てきますので、この iPhone の並び、名前を押します。そしたら、その先に Instagram っていうのがありますので、この Instagram に進みます。そうすると、自分がですね、ダウンロードしたものが、このようにフィード、フォローイング、プロファイル、サーチというふうになっていまして、自分がダウンロードしたものですね。さっきサーチ、ダウンロードしましたかね。サーチと選んでいただくと、上越妙高駅っていうハッシュタグでここまで出てくるのが便利ですよね。で、この上越妙高駅のところを押すと、1個の動画がありますよ。こんな感じで出ます。で、これを、再生してもらうと、そのダウンロードした動画とかね、写真とかを見たりする、オフラインで見たりすることができるんですけど、さらにこれは今、チューブリーダーから引っ張って出してきてるので、この下のガジェットですね。そうじゃなくて、自分のスマホに保存したい場合は、この選択って右上のとこを押して、ここにチェックをつけてですね。で、これで左下の共有ってとこを押していくと、ここにビデオ保存っていうのが出てくるので、ビデオを保存します。そうすると、これがですね、自分のスマートフォンに保存できるということですね。で、スマートフォンに保存してしまえば、あとはですね、このチューブリーダーっていうのをこう抜いても、スマホ側にも保存されますので、いつでも、オフラインでも見ることができるということです。まあ、こんな感じで使うとですね、結構これ面白いですよね。ただまあ、最後にもう一回ね、言いますけど、こんな感じでね、さっき、ダウンロードしたものが、この動画ですね、ここのとこにこう入っていると。ということで使います。はい。ということで、今日はですね、インスタグラムの、写真や動画を、ダウンロードする方法ということで、お話をしたんですが、まあ、実はこれ以外の裏技でも写真はあるんですけど、動画がダウンロードできるって結構これいいですよね。というのは、
インスタ側で動画をそのまま写真、カメラで撮って投稿したものって、それもダウンロードできたりしますからね。その辺も便利かなと思います。ぜひ、活用してみてください。インスタの方でした。ありがとうございました。バイバイ。